いつもありがとうございます。オーツボンバー徳島のパンプキンです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、今回の動画ですね、ドッカンバトル公式ツイッターさんの方で次回のドッカンフェスのおニューキャラの、先行公開が来たということで、皆さんと一緒に見ていこうかなと思ってますんで、ぜひ最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい。で、ラディッツが来るっていうことは、前々回の動画でもお知らせしたんですけども、分かってたんですが、抱き合わせの通常ガシャさんキャラですか、それがなんとナッパということで、はいはいはい、力属性でですね、はい、力属性で来ますということで、で、お乳カテゴリーが、サイヤ人編ということで、これ誰か予想してたな、誰だったっけな、ちょっと覚えてないんですけども、でやっとねサイヤ人編が来るということで、で、パシブ見ていきましょうか。自身のアタック 178% アップですね。残り HP が多いほどか、ディフェンス最大 780% ってどういうこと？嘘だろ？え、ガチガチやん。で、サイヤ人編の補正ついて、長径の敵の数一旦つき、さらにサイヤ人編カテゴリーの味方全員のアタック 7% で、ディフェンス 80%。なるほどね。何 ?780% ってどういうこと？すごいな、めちゃめちゃ強いやん。あ、アクティブついてる。え、通常ガシャさんキャラでアクティブって初めてちゃう？あったんかな。敵が3体以上の時発動可能で、またはバトル開始から6回以上攻撃を受けると発動可能で、相手に究極ダメージを与え、一旦アタック 31% ダウンでディフェンス 81% ダウンさせ、必殺技を封じると。な、父ナースの一緒のような感じではないな、ごめんよ。いや、780%! HP がフルにあったら、780% で受けるってこと？ちょっとやりすぎじゃん。ダメージ軽減でよかったんじゃん。78% 軽減でよかったんじゃん。それもそれでやりすぎか？うん。まあ、てな具合で。で、必殺技、ブレイジングストーム。一旦電装大幅上昇の相手に超極、特大ダメージを与えると。はい。ですね。はいはいはい。なるほど。で、必殺技効果でも電装大幅上昇するってことで。いや、ガチガチナッパやん。すげえな。カッチンコチンナッパさんが来るということで、いやいや楽しみですね。はい。はい。というわけで、続きましてですね。続きまして、これですね。はい。ラディッツ。ラディッツ。で、今回、極体ですね。極体、体属性でラディッツ来ますよと。はい。で、気になるリーダースキルなんですけども。サイヤ人編または純粋サイヤ人カテゴリーの170。で、宇宙を渡る戦士カテゴリーを含む場合は、プラス30されて 200% と。なるほど、下級選手はさすがになかったか。まあ、ということで、純粋サイヤ人の 200% が、まあ、来るっていうことなんですが、まあ、極属性か。まあまあまあ、でも、強いでしょう。はい。で、パッシブですね。自身のアタックとディフェンス 150%。はい。敵が1体の時、必殺技発動時、さらにアタックとディフェンス 50%。うん。必殺技発動時、敵の HP が 50% 以下の時、さらにアタック 100% アップで、高確率で会心が発動で、敵が2体以上の時、さらにディフェンス 150%。攻撃を受けると、そのターン中必ず会心が発動。敵にとどめを刺すと、バトル中自身の気力プラス2。なるほど。スーパーバトルロード向けだね。ああ、スーパーバトルロード向け。で、カテゴリーなんすけど、サイヤ人編、純粋サイヤ人、恐怖の征服を下級戦士、孫悟空の系譜、宇宙を渡る戦士。かー、カテゴリーが狭いなー、相変わらずラディッツって。うん。で、アクティブスキル。バトル中自身が3回以上攻撃を受けると敵は1体に発動可能と。なるほど、なるほど。で、一時的にアタック大幅上昇で、相手に究極ダメージ与え、1ターン気絶です。はい。いやいやいや、強いね。これは私狙うぞ、おい。狙うぞ。下級戦士やろ、サイヤ人やろ、もう狙うなしゃあないや、うん。はい、では必殺技演出見てみましょうか。
なるほど、素晴らしい。このナッパさん有名なシーンですね。ドラゴンボール19巻の最初のページのシーンでございまして、ごめんラディッツさ、ごめん俺必殺技効果見てない。あ、やっぱり敵全体や、やったぜやったぜ、敵全体じゃ。俺ラディッツ、ごめんなさい、ラディッツ必殺技効果見てなかったわ。一旦アタックとディフェンス大幅上昇の敵全体、超特大ダメージを与えるということで、はいはいはい、いやいや楽しみでございます。でおそらく明日かな、明日ダウンロードが来て、で明後日ドッカンフェス開幕っていう流れなのかちょっとわかんないですけど、おそらくその方向で合ってるかと思うんですが、皆さんねぜひ狙う方、神引きお互いにしましょうというところの、最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。